どうも、ねずっちです。今、若者の間で、リンゴ離れというのが起こってるんだそうです。一人暮らしの人なんかね、リンゴ一個買ってきても食べきることができないとか、あとリンゴを剥く手間がかかるからやだとかですね。あとは、単純に金銭的にね、お金がちょっときついからっていうことで買わないと、いったことがあるみたいなんですけどね。でも不思議ですね。電車乗ったって何したってね、若者はいつだってスマホばっかりこういじってますけどね。そっちのアップルは手放さないんだね。ねずっちです。ではまた。